皆さんこんにちは、村田雄平です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の動画ですね、題名にもあった通りライカで広角で撮りたいと、スナップとかでね、そういう時におすすめのレンズ一つ紹介します。私以前 PJ さんという方の車の中の動画で欲しいレンズはと言われた時にズミルックスの 21mm が欲しいと答えたんですね。ちょっと広角でやっぱり撮りたいなと。いつも50-35なんで、まあ、パンフォーカスじゃないですけど、まあ、ファインダーを見ずに広い画角でパシャパシャとスナップ撮ったりとか、まあ、風景撮ったりできたらいいな、ポートレートも撮りたいなと思ってる時に、やっぱりねズミルックス 21mm いいんですけど高いんですよ。なかなか買えない。でスーパーアンギュロンもちょっと高くなってる。そんな時に、まあ、ライカのレンズじゃなくてもいいのかなと思い始めて、まあ、探したところ、1個ものすごくお手頃な価格で買えるレンズをゲットしました。まあ今ね写真も見てもらったと思いますけど、十分じゃないですか。はい、マップカメラから届いたそのレンズはこちらになります。見てこのサイズ、6枚玉よりちっちゃいですよ。これで 21mm、 素晴らしい。軽い、 130g ぐらいしかないです。約何かというと、北斗レンダーのカラースコパー 21mmF4 です。まあ、F4 なんですけど、まあそんな気にならないですね、正直。まあほとんど開放で撮ってるんですけど、もうね、新鮮だし楽しい。まあちょっとね、今回は皆さんに分かりやすく見てもらうように、風景、ポートレート、スナップ何枚か今から作例出しながらお話しするんですけど、価格もね、買ったのが4万円しないぐらいなんですよ。とてもライカのレンズ比べたら安い。で、写りがね、まあ、10分の1以下の値段ですけども、じゃあ全然映らないのかって言ったら全然映る。で、歪みが気になるのかなと思ったらそんなに気にならない。結果ね、めちゃくちゃお買い得、試したいっていう方にはいいんじゃないですかねと思っておすすめしたいと思います。まあ、ライカレンズじゃないんですけど、まずちょっと朝活で海に行ってきたんで海の写真見てほしいんですけど、いかがですかね。はい、まあ、いつものね、田中くんともよく行っている関東の海なんですけれども、自分が想像している以上に広いので、まあ、情報量が多くなるといえば多くなるんですけれども、まあ、こういう広大な景色っていうのは写しておいて後からクロップしてもいいと思いますし、うん、やっぱり今までにない画角を追い求めたりとか考えながら撮れるので楽しいですよね。うん、で周辺原稿とかもほとんど開放で撮ったんですけど、そこまで気にならないですし、描写もこんなもんなのっていう感想は全くなかったです。はい、やっぱりもう下から煽ったりとか上から俯瞰で近づいて撮ったりとかしても、人撮りたい人もね、広角でチャレンジするのは面白いかなと思いましたね。で次にポートレートですね。はい、写真展に来てくれた帰りにちょっと歩きながら撮らせてもらったんですけど、やっぱりね、いつもの僕の距離って1メートルから70センチなんですよ。でこれ50センチまで寄れるんですね。いつもだったらね、顔の半分ぐらいしか映らないような距離感でも、もう上半身全部見えたりとか、上から煽って撮ってもやっぱり絵になるんですよね。うん、でやはりこう、例えばね、まあ、近づいて煽って撮ってとか、建物の上に立ってもらって近くで撮っても、これだけダイナミックに撮れると、まあ、ファッション誌みたいなね絵が出てくるので、とても撮ってて面白いし、一つの選択肢として普段は35とか50を撮るけども、たまに広角でこういう風に撮ってみるっていうのも、まあ、モデルさんにとってもね、新鮮だし新しい一面っていうのが出せるんじゃないかなと思いました。はい、そしてスナップですね。まあ、今日ちょっと以前ここで個展をやってくれたマボさんたりとか、集会所の仲間の曽我さんだったりとか、ノックプルさんと一緒にですね、ちょこちょこさんという方の展示を見た後に北千住周辺を歩きながらスナップしました。この時はもう一度もファインダー覗いてません。もう本当に思ったところに向けてパシャパシャ撮る、出てくる絵っていうのはね、斬新なんですよね。広いから映る、全部大体映る。で思ったよりも、まあ、これは慣れとか練習も必要なのかもしれないですけど、そんなにうるさくない。情報量がとても多すぎて、
どうなんだろうなっていう絵にはなりづらかったですね。21ってかなり広いんですけど、慣れたらすごく楽しい、慣れたらすごくまた新しい表現の仕方ができるんじゃないかなというふうに思いますね。で、逆光にもなかなか強いですね。このシルエットの写真とかももうド逆光なんですけど、そこも踏まえて私はとてもいいレンズだなというふうに思いました。はい、ね、長々話してもらえなんで、まあ皆さん広角気になってて M 型とかでね、まあ 24mm とか 21mm とかあるけど高いよなと思ってる方は、このカラースコパーフォトレンダーの 21mmF4 結構昔からあるレンズなんですよ。ぜひ使ってみてもらえるといいかなと思います。まあ、失敗してもそこまで痛くないし、まあ、これを使ったことで結果ズミルックスの 21mm ぐらい欲しいだったらそれでいいと思うんですよね。だったらズミルックス早く行けばいいじゃんって言って、そんないける金額ではないと思うので、まあ、まず手に取る一つ目のレンズ、広角レンズとして僕は選択肢として大いにありなんじゃないかと思った、この3つのね、風景ポートレート、スナップを撮ってみて思ったことです。気になった方はぜひチェックしてみてください。これからこれも使って、フィルムで撮ったんでフィルムはまだ現像してないんですけど、これを使っていろいろと僕も撮って作例をこれからも出していきたいと思いますので、少しでも参考になった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。